おい、服装変わったんじゃない？全然なってない。よかった。遅刻して。今日はいろんな妖精。出た妖精さん。よくわからん妖精さんだね。ほら、あそこ。実がなっていますよ。あれはカカオの木だよ。吸っちゃうかな。毒々しい実だけど食べられるのかな？見たこともない色なの。木の実だね。南国の実かな？なんか下はバカの発言。上は食いしん坊やな。下やな。よし。南国。そういう色をしてますね。音楽があるともっと南国っぽくなると思いますよ。あ、いいね。俺今回マジで選択がいいぞ。占い通り。じゃあ。よっしゃ、今日は体育祭だぜ。久々に二人三脚しようかな。もうあっという間にお昼の時間だな。魔王さんと、仲いいもんね、この二人。私たちと一緒にお弁。うん、食べる。あ、そうだ、シュン呼んでいいか？もちろんいいですよ。おい、よし。はい、ジュン。はい、ジュン。どうしたんだ？みんなで弁当食べようぜ。てる。さて、どの競技に出ようか。二人三脚。あの、次の。やった、喜んで。よーし、頑張るぞ。次は。よっしゃー、これは勝ちますわ。ゆっくりね、ゆっくり1位だろ、ゆっくり1位に。よーい、せーの、危ねえ。なんか運動能力が低いんかな。なんか遅く感じたわ。危ねえ、1位になった。こけんでよかったわ。びっくりしたわ。もう無理かと思ったわ。もうなんかうーんって感じだったわ。今日は大活躍でしたね。やった。私すごく興奮しました。すごく興奮した。じゃあ一緒にホテ。よいしょー。お、ごめん、シュレクさん。待って、ってかさ。ときめきとさ、マックスなっとるのにさ、服装変わらんな、こいつ。全然待ってないですよ。なんか全然あれやわ。遅刻しても、私は待っていますから。おーい、優しい。どんな時でも、晴れてると気持ちがいいね。何かいいことが起こりそうな気がするよ。はい、とってもき。じゃあ、早速行こう。行こうか。岩場から飛び込むなんて、危ないですからやめてください。あー、確かに危ないな。快晴だよ、シェイクさん。一緒に飛び込もう。うん、分かった、やめるよ。大丈夫さ、飛び込みなんて誰でもやるよ。絶対真ん中だな、これ。よかった、私怖くて見てられなかったです。まあこんなもんだろ。これでこんなもんなの？シナリオが詰まってましたから。よいしょー、今回初めてかな、多分神社のデートは。すいません。おい、あ、白雪さん。待ちました。めっちゃ待ったぜ。あれだよね、浴衣が。縁日の活気は。そんなこと言いながら1年目めっちゃ断られたけどな。この浴衣、占いで決めたんですけど。あれ、なんかお母さんのかなんかって言われたっけ？違ったっけ？まあいいや。すごく似合ってるよ。嬉しい。どこで遊ぶのかをし。よし、肩抜きやるか。もう金魚すくいいわ。今度こそね、成功するわ。なあ、やっちまったよ。悪いが、景品はやれんな。こっちも商売だからな。すまんねえ、兄ちゃん。だと。また来てくれよ。難しいな、やっぱりこれ。本当に難しいわ。なんでこれこんなにこう難易度だろう。もう金魚すくいかしかねえよ。しねえよ、普通に考えたら。あら、妖精さんがいたずらをしています。本当ですわ。
悪い印象を与えたわ。もしかしてあなたは時間のせいさんですか？過去を変えることってできますか？できません。逃げるように帰るんやな。マジか。今日から合宿だー。よっしゃー。お疲れ様です。荷物は？あー、大変やったわ。でも俺男だし。その位置でお願いしますね。あなたにはペースメーカーを期待してるんですよ。うん、期待に応えなくちゃ。お、来たー。初ー。羨ましい。俺もケロケロでベソちゃんになりてー。ドーン、来た。奥義習得と言いながら奥義は見たことないんだよな。一回でいいからね、あそこ、番長、前回の番長のところで、カツ丼食うか。ところでね、奥義が新奥義になるから、その新奥義を見てみたいな。普通の奥義すら見たことないんだけど。はい。今回どこだったかな。全然覚えてないっすわ。全然覚えてないっすわ。どこだっけ。あー、遊園地。良い傾向にあり。え、あ、うんうんうん。天気は悪いけどいいのことあるのかな。はい、あります。じゃあ入ろっか。どこから行くんです。バーチャルハザード。はい。じゃあ行きましょう。喜んでくるな。なんか好きそうじゃないけどな。このアトラクションの CM 私見ましたよ。俺も見たよ。銃でパッと構えて女の子を守るやつでしょ。そうです。なんだかすっごく楽しみに私なってきました。おい、それじゃ行こうか。こういうのってもっと夢のあるものにすればいいと思いませんか？夢のあるもの？どういうことだ。おう。どういうことだと思ったら一番上のやつあったな。そうだね、もっと夢があるものがいいね。これはこれでいいと思うけど、どういう、これは難しいな。真ん中だ。はい、私のんびりと旅を楽しむようなものがあったら。はい、バッチリ。よくわからんけどバッチリ。ナイト。あのこの後少し付き合ってくれませんか？お、来た。食後あるじゃん。よかった。ナイトパレードは雨の日はやっぱないんか。そう。時間の方大丈夫です。全然大丈夫。よかった。入ろうぜ。やったー、追加デートあったん。やっぱり全員あるんかな。ないかと思ったわ。やっぱりそれプリンアラモードですね。これはね、かぼちゃプリンアラモードだ。そう、白雪さんが悩んでるんだから、これも好きなのかなと思って注文したんだ。私そんなに悩んでましたか？うん、よかったよ。これも食べる？嬉しいですけど。じゃあ半分ずつ食べよ。はい、ありがとうございます。おー、優しい。俺もデートしたらこんな風になろう。おー、来たー。来た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 ー。あれ、白雪さん、こんな時間にどうしたの？じゃねえよ。花火大会、うん、いいね。一人で夜道を歩くの。本当や。世の中物騒やからな。私、花火大会。知ってる。この浴衣、占いでき。同じ。めっちゃ同じ。すごく似合ってる。可愛いよ。はい。あ、涙が出てきた。なんで？俺みたいなキモいやつとおる気か？大丈夫？花火でも目に入ったの入らんやろ。どうやっても。うん、俺もだよ。意味がわからん。うん、俺もだよって意味がわからんな。バカだなこの主人公。あー、これだな。白雪さんはロマンチストなんだね。よく言われますけど、そういうのと違う。割と。今日は楽しかったね。今度は俺から誘うよ。じゃあ、そろそろ帰ろうか。じゃあね、一緒に帰りましょう。やべ、ミスった。やべ、光とデートと白雪さんのデート、やべ、ミスった。あ、やべ、ミスった。あー、あはははは。あー、どっちがどっちだったか覚えてねー。
がっちゃったような気がする。ギアジュルミスター、うわ光だった。ちょっと早くついちゃった。やっべえ、電話で怒られる怒られる。あ、留守電が入ってる。あーミスった、これ聞いたな。はい、ごめん、シレキさん待った。てか全然さ、あの一緒に投稿するあれがないからさ、名前が変えれねえよ。貴様か、うちの子分たちを痛めつけてくれたやつは誰だ。総番長、僕の意地に。うそーん、来た、オーゲー、カツ丼食うか。カツ丼食っちゃうぜ。あ、刑務所みたいな感じなんや。いい加減容疑を認めたらどうだ。家族もきっと心配してるぞ。君は母一人子一人だったな。総番長、母を悲しませるなよ。母ちゃん、俺がやりました。よく言ってくれた。カツンでも食うか。いつまでやらせるぜ。すげえな、これ全部収録してんのかな。男の意地にかけて終わり。負けるわけにはいかねえ。勝ったー。ボスだ、お前ほどの男がなぜ。言いがかりをつけたのはお前の子分の方じゃないか。な、何？お前たち、お前たち、迷惑をかけてすまなかった。だがお前のような男と戦えて俺は嬉しかったぞ。ああ、俺もだ。では失礼する。おい、これ最初に見たかった。よっしゃー、出とー。今回はどこだっけ、美術館に来てます。あなたの今日の運勢は普通ですよ。普通、悪いことなんて起こりませんから大丈夫。やったー。あれ、白雪さんどこ行っちゃったんだ。この彫刻生きてるみたい。あ、白雪さん、それ触っちゃう。折れてしまいました。私何も捨てないのに。ああ触っちゃったから、触っちゃったから、これ捨て捨てふー捨てふー捨てふー、これちょどこですか妖精さん。こんないたずら戻りません。お、落ち着いて、とにかく俺が謝るよ。本当ですか。あのな、彫刻系はな、価値がな、あんまりも高すぎるからな、壊したらやばいんだよな実際。すいません、私のせいで。平気平気、実は最初から壊れてたんだって。あ、なんだ、壊れてたんだか。私のせいじゃなかったんですか。うん、隣の女子高生が壊したらしいよ。なんだ、よかったよ。いや、そうじゃなくて、私の占い以上にと。はい、まあ、皆さんね、こういうね、美術館とかはね、物には触れないようにしないとね。うん、来た、みほちゃん。いや、みほちゃん、どうしたの。一緒に帰りませんか。おい、いいよ。よかったです。やったー。お前もうちょっと誘いに来よう。うん、おい、あ、みほちゃん、何か思いつきましたか。
俺、何も考えてなかったよ。ダメですよ。ちゃんと考えなきゃ。うん、そうだね。じゃあね、また明日。ミオちゃんは何考えたのかな？はい、もちろん考えてましたよ。まあ、そう来ると思ったけどな。あ、ちゃんと考えてるんだ。すごいな、ミホちゃん。じゃあ演劇にしよう。そろそろ。ではならんな、占いの館。じゃあ、占いの館をやることに決定。よーし。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。